さあ、それでは殺戮の天使エピソード4パート、12ですねを撮っていきたいんですけれども、まあ言って最後まで一気に撮っていこうかなと思います。動画の長さ的には2本に分けたり3本に分けたり4本に分けたりどれぐらい長さになるかわからないんですけれども、まあ一応もう最後の盛り上がりぐらいのところまで来てるんじゃねえかなと思うんで、まあ一気撮りしていこうかなと思います。ということで早速やっていきましょうか。さて、とりあえずリビングの玄関っていうところに向かえばいいらしいんだけれども、先にこのリビングにある玄関の方へ行ってみないと。ああ、なるほど、玄関はどこ。こっち、こっちかな。あ、ここ壁じゃねえのか。間違ってなきゃここは玄関だよ。なるほど、ザック強く押してみて。おお。そんな、やっぱり開いた。ザック、別に切らなくてもよかったんだよ。うっせえ、開いたからいいんだよ。そっか、開いたからいいか。そんな軽いノリかよ。ちょっと待って、言ってちょっと調べたいんだけれども、この花に偽物か。うん、でも花の匂いはするよ、確かに。なんだよ、臭え。臭くないよ。なんでこの花とかも偽物なんだろうか。なんでこの花は偽物なのにこんなに匂いがすんだよ。確かに造花だけど花の匂いをつけてるの。なるほど。マジか、偽物なのに本物より臭えな。そんなに臭い。バーカ、匂いが強すぎんだよ。まあ言って刺繍とかなんだとかするんで、おそらく。そういうのをごまかすために、なんかそういう花の香水だとか、なんかファブリーズだとか、そういうのでちょっとごまかしてるみたいな、そういうのがあるんですかね。なるほどね。おい、これがダニーの言ってたやつか。うん、聖書。中身なんて書いてあるんだ。読もうか？長いけど。んなもん読んでる時間ねえよ。短くできねえのか？あと面白いのか？短く？面白い？もう行くぞ。なるほど。おい。あ、なんかイベントがある。よかった、調べて。ザック。なるほど。よし、動かねえな。見たい。なるほど。完全に死んでると。おい、なもんまじまじ見てどうすんだよ。何も聞かない、ん？何も聞かないの？このビルにある死体の一つ一つに、なんだとか、今更思うわけねえだろ。そういうもの？ああ？聞かれたきゃ聞いてやるけどよ。それは、別に、いいかな。ちょっと待てよ。こんだけイベントがあるんだったら、ちょっと一個一個見ていきたいような気もすっけど。このフロアくれ、パッと電気つかねえのか？うん、ずっとこのくらいの暗さだよ。まあ、実は暗いとこで目が利くだろ。どうかな？ザックほどじゃないよ。なるほど。とりあえずこっちは。ああ、ダメか。こっちは。ダメか。じゃあこんだけかな。テレビは？おい、ここのテレビはつかねえのか。つかない。すまんねえな、おい。なよ。同じか。また。ごめんごめん。で、青い月も一応。この月よくできてんな。うん。このフロアはずっと夜なんだよ。この窓割って外出れりゃ楽なんだけどな。偽物だから。じゃあ、マジモンの出口に行くぞ。うん。そうだね。うん。なるほど。あ、これも同じか。オッケー。じゃあ、行きましょうかね。さて。行き止まり？行き止まり？なばかだ。でも何かあるかきちんと探してみよう。急になんか普通の立ち入り禁止のバリアリールが置いてある。ゴミ箱の中は空のようだ。これは？ダンボールの中には何もない。あれ？ゴミしか入ってない。おい、何もねえじゃねえか。おかしい。そんなはずは。お前のフロアなんだろ。なんか考えろよ。うん。何かまだやってないことがあるってことなんですよね。
なんか BGM が快活になったけれど出口がある場所はどっか考えよう。考えてくれ。あーイライラする。あーまたかよ。おいどっか行ったことない場所とかこのフロアにねえのかよ。このフロアで、いやここ以外はトラップを、仕掛けるのに隅々まで調べてるから。なるほど、さすがだなお前。あの犬がいたフロアとかね、あの地下とかはどうなんだろう。あーわけわかんねえ誰か上から降りてきたこととかねえのかよ。そんなはずがない。だってザックでもなきゃすぐにトラップで死ぬから気づく。なるほど、だろうな。じゃあ誰も下に降りてこなかったな。やっぱわけわかんねえ。誰も降りてこない。それは、え、三択。おかしい、おかしくない。ここはすでに地上。おかしいか、あるいはここはすでに地上。どっちだろう。ちょっと待って、これセーブできねえかここはすでに地上だったらきっともうすでにここは地上？マジかよ！じゃあ、すぐ壁かち割って出ようぜ！え、そんなことできるんかい？え？いや。壁が崩れるだけでなんもねえぞ！ごめん、間違えたかも。はぁ、じゃあ考え直せよ。っていうことはおかしい。ザックが誰も降りてこない。それはおかしい。なんか気づいた。いやそれはおかしい。だってダニー先生は外に出入りしてたんだもん。なるほど、この部屋のトラップや家具は先生が外で買ってきて用意したものだから。ほっほう、どういうことだよ。ちょっと待って、考えるから。考えて。かわいい行ったり来たりして。一体どういうことだ。ならばこのフロアに外から降りてきてないけど、ダニー先生は外に出入りしてた。ということは、はぁワープとかして出るのか。なるほど。まあ俺もやっぱりワープとかして出るんだと思うんだけどな。出口はないんだから、出入りするためには。ダニー先生はもしかしてワープで出入りしていた。おい、ワープってあいつ人間だろ。でも目ん玉瞳が二つあるぞ。それとも通気口とかからうごうごってなんだ、うごうごして出入りしてたのかな。気持ち悪っ、あいつ人間じゃねえだろ。つうか、そんなわけねえだろ。俺だってわかるぞ、バカ。ちゃんと考えろ。考え直さないと。そんなすまし顔で。ということは、そうだな。別のフロアに出口があるか。やはりこのフロアに出口がある。別のフロアが一番妥当なような気もするけれども、間違いくさい、とりあえずこっち側のこのフロアに出口があるっていうのを選びましょうか。このフロアに出口がある。じゃあもっと探さなきゃいけねえじゃねえか。お前心当たりあるか。正直ない。あ、ねえのかよ。じゃあとにかく壁かち割ってみようぜ。またえ、どうだい、どうなんだいなんもねえ。手当たり次第やってもしょうがないよ。それに正直、出口がこのフロアにあるかも微妙。お前、じゃあちゃんと考え直せよ。ん？ということは、ということは別のフロアにもしかしてあるってことか。このフロアとは別に出口がある。は？だよ、それ。ザックがここに来たとき、他の殺人鬼、キャシーやエディはすでにこのビルにいた？あ？おう、キメイからほとんど話さなかったけどな。やっぱり。
なら、私はこのビルに最後に来たということ。だったら、はあ、下に降りるがまあ正解ですよね。まあもう多分この辺はワンパターンになりそうなんで、もう下に降りましょうか。ザック、下に降りよ。は？下に、多分下の B2 に出口がある。なるほど。わけわかんねえよ。なんでわかんだよ。この部屋には出口は必要なかったの。つまり私のこのフロアは一番後に作られたもののはず。なるほど。だとすればこの部屋ができた時には外への出口はすでにあったということ。ザックも私もきっとそこから連れてこられたんだ。この部屋は外で私と出会ったダニー先生が神父様に頼んで後から作られた部屋なんだ。だから1階とつなげなかったんだと。降りてくる人私が一度も見ていないのはその証拠だよ。なるほど。あくまで上がってくるタイプのやつは見たことがあるってことか。よくわかんねえけど下に降りればいいんだな。うん、地下に降りるためのスイッチならこのフロアのどっかに覚え、どこにあるか覚えてるし、それで大丈夫なはず。お前が言うならそうなんだと思うぜ。行くぞ。信頼関係。うん。レイチェルも笑顔だし、スイッチは確か地下のオルゴールのあたりにあったはず。なるほど、親切。ということはじゃあ地下に行けばいいはず。言ってちょっとこの辺も調べたいけど何もねえかい。あ、割っちまったやめて。この辺は？お前爆発ってなんだよ。ごめんなさい。でもザックは大丈夫だったね。よかった。俺は焦げたんだよ。こんだけか。こっち側？あ、いけるね。なるほど。なあ、このフロアは水が流れねえのか。うん、止めてるだけ。なんで？流しとけよ。なあ、お前ここに入ってたけど、これどうやって開けたんだ？こうやるの。おお。ああ、洗濯機を使ったことがねえパティンかい。あ、そっか、水出ないんだった。おかげで俺は散々だったぞ。魚に電気とかおかしいだろ。そうかな。そうかな。魚は水で泳ぐし、で、水は電気を通すよ。確かに。それに、ここにいた魚はピラニアだから淡水魚だし、海水じゃなくても大丈夫なんだよ。お前、そういうことじゃねえだろ。なるほど。こういうおまけパート的なやつは面白いな。鏡か。なんだ。ここに来て、鏡にはあまりいい思い出がない。なるほど。なんもねえな。うん、空っぽ。水道、いつ止めたんだっけ？こんだけかな？ちょっと上も見に行きたいけど、ダメかい。地下に行かないと、じゃあ地下に行きますか。おい、どうした？降りるぞ。ザック。私一人で地下に行っていい？なぜ？なんで？は？なんでだよ。ここに来るのは最後になるし、ここにお別れを言いたいなって思って。ああ、なるほどね。なんでそれで一人で行くんだよ。見られるのがなんだかちょっと恥ずかしいからかな。かわいいかよ。先に言っておくけどよ、犬はぶっ殺したからな。そうなの？ザックらしいね。そんだけかい。ここで見張ってやるから早く行ってこいよ。てかグレイいるんじゃねえの？ねえ。うん。すぐに戻ってくるよ。お、降りる。
あ、ちょっと待った、話しかけたかったなー、ザックに。まあいいか。あ、オルゴールの音、蓋開いてるのかな。開けっぱか。獣の匂いが漂っている。ほんとだ、いない。あ、グレもいなくなってる。あ、ごめんね、もう縫ってあげる時間もないの。なるほど。ここも同じだな。じゃあ、おー、飛べる。あ、いるし。レイチェル・ガードナーか。どうして？拳銃がない。リビングで落としたんだ。落ち着きなさい。私は何も、お前を取って食うわけではない。じゃあ、何の用なの？何？少しお前に聞きたいことがあっただけだ。レイチェル・ガードナー、ザックはお前の神ではなかったな。ええ。でも、もうそれはちゃんとわかってる。ああ、そのようだな。だが、それをお前は心から理解しているのか。私とザックは神様じゃなくてお互いに誓った。ああ、その通りだ。ザックはもう神ではない。絶対的なものではなくなった。お前はザックを天使でもなく、神でもないものにしたのだ。つまり、お前の願いを必ず叶えてくれるものではいなくなった、ものはいなくなった。え？神でもないものに立てた誓いなのだから、裏切られることもあろう。それでもな、お前たちの誓いを絶対的なものと信じるならば、それは神と何が違うというのだ。別に絶対だなんて思ってるわけじゃない。ほう。確かに私はザックを信じてる。それは本当よ。でも誓いも信じるのもザックと私がそれぞれの心で決めたことだから、もしそれが裏切られたとしても信じたのは私の心だから。私の心は私が背負う。神様とは違うことなんか覚悟してるもの。そうか。そしてお前はその上でまだ己の死を望むのか。ええ。なぜだ。お前はここまで考えを変化させた。それでもその望みは変わらないのか。別に私自身は変わったわけじゃないもん。自分を受け止めただけ。ただそれだけ。そして私はそんな自分を許してほしいなんてもう望まないし、許してくれる人ももういない。だからやっぱり私は死にたいの。生きてはいられない。逆に許してくれる人がいれば生きてられるってことか。生きたいって思えるってことか。だったら別にザックは許してくれるんじゃねえのか。ねえ。そう、自分で決めたと言うんだな。ええ、それと、やっぱり、あとは内緒。まったく、神などただ置いてけぼりではないか。あ、そのような顔をせんでもいい。今更だ。最後にもう一つ聞くぞ、レイチェル・ガードナー。お前は何者だ。私は私です。それ何度も聞かないで。私は私。それ以上でも以下でもないわ。ああ、そうか。お前の話はまるでザックと自分が対話の者同士の対等
の者同士のような話しぶりだったな。だがそれも間違いではないのかもしれない。天使にもなれない魔女でもなかった娘。お前はレイチェル・ガードナーに間違いないのだな。ええ、これで終わり？もういいのなら戻りのエレベーターを起動するスイッチを押させて。ああ、もう構わぬぞ。邪魔しない？最初に言ったろ、邪魔をする気はないとな。それよりレイチェル・ガードナー、お前はもう少し可愛げを持った方が良いぞ。もう十分可愛いぞ。なんだ、なんだあいつ可愛くねえって。造花だけどいい香りがする。ちょっと挨拶してこうぜ、みんなに。壊れた人形だ。この辺は何もないか。挨拶はしても意味がなさそうですね。オルゴールの底にスイッチがついてる。これを押せば、これでエレベーターが起動したと。動いた。ザックのところに戻らなきゃ。神父様、もう行くね。ああ、止めはしない。好きにしなさい。神父様、出口は B2 にある。答えると思うかね。私はあなたの質問にたくさん答えた。神父様も答えてくれてもいいと思う。確かに。そうだな。B2 の大聖堂、ステンドグラスを調べなさい。ステンドグラス。わかった。そういえばこの場所にお別れを言えなかったな。ごめんなさい。さようなら。行こう。それでいいのか。ザック、これで B2 に戻れるよ。ここに来た時のエレベーターのところへ行こう。おお。しかしお前、ずいぶん遅かったな。地下に神父様がいたから。あいつ、まだいたのかよ。でも何もされなかったし、邪魔もされなかったよ。なんなんだよ、あいつはよ。なんだよ。リビングに行かなきゃ。リビング？私多分そこで拳銃を落としたの。ああ、あん時か。じゃあさっさと拾って B2 に降りんぞ。上に行きましょう。行ける。いいぞ。何びっくりしたような顔してんだよ、お前。なんか、ちゃんと見るとすごいなと思って。こっちのセリフだろ。いや、使ったのは初めてだったから。なるほど。お前のフロアと頭どうなってんだよ。こんなのどうかなって言ったら、ダニー先生本当に用意しちゃったの。お前もあいつも、賢いけど、バカだよな。そうかも。そうかもで済ませるんかい。ちょっとこれ寝てこうぜ。ベッドだ。特に何もない。それだけかい。ああ、これ私が打って壊したんだ。逃げ回るためにな。必死だったの。ザック強いから。まあ、こんなんで逃がすわけねえけどな。さっき気がつかなかったけどテレビが壊れてる。俺がぶん殴ったんだよ。どうして？お前ここにあったビデオ知らねえのか？ダニーの野郎、マジで気持ち悪いな。それだけ。グリース、何もない。この花も偽物だろ。この匂い何なんだよ。香りをつけてるの。そこまでするんだったら本物の花にすればいいだろ。枯れちゃうからだろ。枯れちゃうなって言ったら、ダニー先生が造花を持ってきたの。なるほどね。この花も偽物。あ、同じかい。これは？お前さ、この本全部読んだのか？お前って、賢いんだよな。
いい加減、お前のバカみてえなとこばっか見てると混乱してくるんだよ。ここで父ちゃんが死んだんだけれども、それは何もねえか。何もないですね。じゃあ、行きましょうか、B2 に。はい。これで、そのまま入ればいいのかな？あ、そうか、リビング。ねえ、ザック。ん？ここ、弓矢が飛んでこなかった。ザックに追われてるとき、発動しなかったみたいで。安心しろ。一番最初に飛んできたぞ。え？それだけ。それだけかい。え？あれ？ダニー？また？いない？はぁ？あの野郎！あいつこそ化け物じゃねえか。先生。お前の拳銃拾ったら、さっさとこっから出るぞ。あるけれども。お前、またそれ見てんのか。この死体、両親のつもりだったから。またお別れ。じゃあ、ガキらしくバイバイでもしとけよ。もう戻らねえしな。そうだね。もう終わりかよ。あった。けど、これじゃあ。あったんだろ？どうしたんだよ。引き金が壊されてる。ダニーか。使い物になんねえんだよな。うん。なら仕方ねえ。行くぞ。終わりか。もう一回バイバイする？終わりかい。何にもねえんかい。じゃあ行きましょうかね。B2 に。おい、マスクあいつ、下に降りたのか。多分そう。くそ、真っ二つに切ってやりゃよかった。またあいつに会うのか。最後の最後まですごい奴だ、あの男。さて。お前、あの地下で神父の奴に会ったんだろ。うん。お前、お別れがどうとか言ってたけど、できたのかよ。簡単になっちゃったけど、うん、大丈夫。あそこにあったもん、全部お前のか。ここに来てからもらったものもある。ん？じゃあお前のじゃないのか？どうかな？縫ったり、繕ったりして私のものにしようとしたけど、人形は返事をしてくれないから、私のものだったかわからない。けど私は、大事に思ってたから、さよならをしたの。ああ。オルゴールはもともと持ってたものだよ。なるほど。あれは小さい頃、最後に買ってもらったものだったかな。あの音、とても好きだったな。欲しけりゃ、持ってくればよかったんじゃねえのか。いいな、もう。音も思い出も、私が全部わかってるから。それだけあれば、あとは何もなくていいの。お前がいいならいいんじゃねえか。うん。なんでお前ら。ほら、もうちょっとで地上だ。行くぞ。うん。戻ってきたね。本当にな。たくややこしいんだよ。これで？これ何だったっけ？これ何もないの？めぼしいものは何もない。金目のものとか。そういうのはないのか。確か大聖堂のステンドグラスって言ってたな。あー、ダニーそろそろ出てくんだろうな。とりあえず一旦記録しとくか。で？ここ？この真ん中のステンドグラスが一番大きいかな。調べたいけどピアノがちょっと邪魔。壊しちゃう？ザック。このピアノ避けりゃいいんだろう。うん。
思ってー。おい、お前も手伝ってねえで、一人、お前も手伝えよ、一人サボってんじゃねえよ。あ、うん、何、あ、じゃねえよ、早く一緒に押せ。うん。腕がだりい。重たかったもんね。おい、本当にこんなところに出口があんのか。わからないけど、あの神父様は嘘はつかない気がする。なるほど。下のフロアに戻るときもちゃんと連れて行ってくれたし。ああ、まあ、そうだけどよ。まあいい。確かめてみりゃいいんだ。で、壊すのかい？なんだ。鍵穴がある。鍵穴。鍵穴？うん。だから出口はきっとこの向こうだよ。でも、鍵がかかってる。鍵ねえ。鍵？ダニーが持ってるってこと？おい、レン。ザック。多分、今同じこと考えてるよ。俺も多分同じこと考えてるよ。多分。おお、よくわかってんじゃねえか。おい、下がれ。こんなもん、壊しちゃいいんだよ、そっちかーい。ああ、綺麗。ん？なんか光ってんだ。おらや。うん、すごい。ん？お前、驚かなくなったな。慣れた。そうかよ。なんかこれ光ってっけど、別に特に拾えるわけじゃねえのか。うん、拾えるわけじゃない。いける。